現在宇都宮駅にいます。で乗りたい電車が80分も後の発車なんですよね。どうせならここで昼ご飯食べていくか。せっかく宇都宮に来たんだから餃子を食べたいですよね。確かに、宇都宮餃子は全国的にも名が知れているよな。宇都宮駅の改札の外に出る機会なんてあまりないからね。ただただ遠くに行ってばっかりだもんな。時間を作ってグルメを堪能してもいいじゃないの。お前にしては珍しい。てなわけでこちら宇都宮みんみんステーションバル店。ここが宇都宮餃子の店か。まだ開店して10分後くらいですが結構並んでます。巷で噂のソーシャルディスタンス対応店です。安心ですね。最近何かと話題だからこういう配慮は安心だな。この超近くに他にもう1店舗あるんですが、そちらも見事に並んでるんですよ。やってきました、焼き餃子。おお、食欲をそそるじゃないか。写真映えする見た目ですね。今回私は焼きと水のセットを頼んだのですが、水餃子は時間がかかるからか、先に焼き、飯、漬物が来ました。その間にこれらのセットを楽しむってわけか。やってきました水餃子。ちょっとスープみたいだな。調味料をかけたりタレにつけたりそのまま食べたり、楽しみ方は無限にあります。水餃子なんですが、さほどもちもち感はなかったです。でもうまいんだよな。結構うまいです。超肉餃子のイメージだったんですが意外にもあっさりポンポン食えます。へぇ、ちょっと意外だな。あと店を出たら寿司三昧のマスコットキャラクターがいたのでご報告させていただきます。あれをマスコットキャラクター呼ばわりするな。てなわけで宇都宮駅に戻ってきちゃいました。にしてもさすが、まあまあ栄えてるな。これでも一番早い新幹線であるはやぶさは通過してしまいます。こんな駅でも通過しちゃうのか。JR 東日本曰く需要と速達化が理由らしいですけどね。でもそれ以外の新幹線は基本的に止まってくれます。それならまあって感じだな。一応北方面は1時間2、3本止まってくれるのでね。そういやここには宇都宮餃子像があるらしいですね。ちょっと気になるな。見に行ってみようか。駅前にあるらしいです。 Google マップさん曰く女神らしいですが、私からしてみれば怨念の塊にしか見えませんでした。それは言い過ぎだろ。とりあえず、この村村の町、宇都宮のシンボルとして、テレビ東京の中山田商店街に入ってくられたもの因縁の塊って、さあまずいだろ、さすがに。お、発車15分前になっちゃいましたし、そろそろ次の電車に乗りますかね。さすが餃子の町だったな。宇都宮は首都圏からアクセスしやすいので手軽に餃子を味わえるのがいいですね。じゃあ終わりましょう。次の動画も見てくれよな。じゃあねー。